もショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は作業スペースをブラッシュアップしていこうと思います。ここが僕が普段仕事をしているスペースになります。こんな感じで押し入れの中の一部を作業スペースにしています。まあ、普段こうやって作業している時には全く不便はないんですけども、ただ外出自粛ムードが強くなって、おうち時間がめちゃくちゃ増えましたと。で、この椅子に座っている時間もめちゃくちゃ増えましたってなったらですね、日頃あまり気にならなかった小さな不便だなって思ってることだったり、気になってるものっていうのがめちゃくちゃ気になっちゃうんですよ。そう、なので今回はここ不便だなとか、ここがちょっとなって思ってるものをもうどんどんブラッシュアップしていきたいと思います。じゃあ具体的に何が不便なんですかっていうと、本当に細かいことなんです。例えばこのアロマディフューザー、3時間しか持たないので水を3回1日に変えてるんですけども、その作業がめんどくさい、煩わしいとかですね、本当そんなどうでもいいじゃんっていうようなものがめんどくさかったりするんです。あとはやっぱこの下、見栄えが最高に悪いです。最高に悪いので、ここら辺を、まあメインはこっちですね。こちらをブラッシュアップしていきます。とりあえずここの中にあるものを全部出します。はい、こんな感じでとりあえず出してみましたけども、統一感がないですね。カオスです。ちなみにこれらのペットボトルはカフェ代を浮かすために買ったタリーズのペットボトルなんですけども、1本65円で買ってます。スマホにあるあるアプリを使って注文するとめちゃくちゃ安くなるっていう、まあ、節約アプリがあるんですけども、それはまた別の動画でシェアさせてもらいますので楽しみにしておいてください。プレミアム青汁っていう粉末もこれ1本あたり 3.9 円とかなので、これだけ大量にあっても確か1000円とかなんですよ。めちゃくちゃ安いんです。そう、なのでおすすめしたいですね。そうで、ここにプロテインのやつがあるので、このプロテインと青汁粉末をかけて一緒に飲むみたいなことをやっています。そう、そのためのこうシェーカーもあったりしますね。はい、で、あとはここら辺はこう仕事道具だったりします。そう、ケーブルとかライトとかあるんですけども、そういうカメラの充電器とかっていうのも、まあ、とりあえずぶっ込んでやるっていう感じですね。はい、で、これも、仕事道具ですね。ここら辺3つはもうぶっ込みスペースになってますね。ただ統一感が全然ないので、ここら辺もなんかしっかりまとめたいなという気がします。で、あとこの脳トレイですね。美しくないですね。雑ですよね。はい、こういったパラレル関係、ここら辺も綺麗に統一感よくまとめたいなと思います。あとこういったノートとか、ノート類もどんだけバラバラなんだよっていう感じがしますけども、まあ、ここら辺もちょっと統一感を持たせていきたいなという感じです。あ、これは写経ノートですね。これはもう全部書き終わってるので手放しましょう。はい、ありがとうございました。で、先ほどの白い棚もすっきり外してみました。で、その代わりにこのクローゼットスペースにこの持ってきました。で、ここにあったもともとのこの棚をですね、ちょっと解体してきまして、先ほどのここに移植をしたいと思います。ここに箱を3つ持ってきました。これは何かと言いますと、確定申告用の書類が入ってる箱になります。何年分でしょう、5年分の確定申告のレシートとか、そういったものが全部入ってるわけなんですけども、玄関の下にあるこの部分のスペースから持ってきました。で、ここがこっそり空いたので、ここはまた彼女との共有スペースに使いたいと思います。先ほどのファイルたちは結局統一感がないままでしたけども、こうやって箱の中に入れてしまえばとりあえず OK です。で、あとはここら辺のこうプラスチックの感じをちょっとなんとかしたいなって思います。池の水も飲み水にしてしまうっていう、めちゃくちゃろ過機能の高いやつなんですけども、これとあとはプロテインシェーカーですね。で、あとこれもこのままだとダサいので、ちょっとこの瓶に移していきたいと思います。これはですね、ニトリさんで買ってきた瓶ですね。はい、よし、はい、こうやって置いてと、うん、ちょっとすっきりしました。まあ、ただまだこれだけあります。ちょっとこの中から手放していきましょう。このノートは僕がつまずいた時に見返すためのノートだったりするので、この2冊は
本当に手放せないです。で、これはメントレノートなんですけども、あ、もう書き終わってますね。はい、書き終わってるので、じゃあこれは手放します。で、これもクリアファイルですけども、今使ってないので、これも手放しますと。ありがとうございました。はい、で、この iPad はですね、妹から借りたやつなんですけども、結局使わないですね。なので、これもじゃあ、もう返します。使わないから僕にくれているわけで、結局会社としても多分使わないんですよね。なので、もらえるようにちょっと交渉して、もしもらえたらそこでお金にしちゃいたいと思います。これ売っていいと。はい、OK です。次はこの元箱ですね。他に目移りするものはもう一切ないですし、この20ミリの F1.8 っていうこの焦点距離とか、そう、この身軽さ、この軽さっていうのはもう本当に満足しているので、もう自分の中で落ち着きましたということで、うん、これはもういいかなと手放したいと思います。で、この iPhone に関して、スマホに関してはどんどん新しいものが出てくるわけなので、これは箱はちゃんと取っておきます。で、新しいものが出た時にこの元箱をつけて手放すということでやりたいと思います。そう、なんで僕は iPhone にしてるかって言ったら、やっぱりリセールバリューの高さっていうのもあるわけなので、そう、なので売ること前提で僕は iPhone を買ってるんですよね。そう、なのでこれちゃんと元箱は取っておきます。で、このマジックマウス、Apple 製品はもうリセールバリュー、売ること前提でゲットしてるわけなので、これも取っておきます。かなり迷いましたけども、迷ったらすぐ。よし、OK です。さて次はこれらの箱ですけども、これは仕事道具が入っているので、これはこのままよしとします。で、この2つのぶっ込みスペースですね。これをなんとかこう1つにきれいにまとめたいなという感じです。こっちは、あ、このケーブルはもう使ってないですね。はい、なのでこれも手放します。綺麗なんでちょっともったいないですけども、はい、手放していきます。で、これは先ほど言った Apple 製品リセールバリュー、売ることを前提に買っているので、ここに取っておきます。で、これはですね、はい、あ、外付けハードディスクと、あとこれは強大なモバイルバッテリーですね。あ、これどうしよっかな。うん、これはネクタイピンですね。まあすごいちっちゃいんで別に取っといてもいいですけども、うん、これもじゃあ手放します。あとはサングラスがあって、これなんかでかいんですけど、はい、でこれは銀行の通帳です。まあこれも正直いらないですし使ってないんですけども、ただもしもの時があった時に必ず使うものになるので、これは取っておきます。こういった鉱物だったり銀行の印鑑系ですね、こういったものを取っておきます。本を読んで大事だなと思ったやつはこうやって紙で持っておくんじゃなくて、もうすぐにエヴァーノートにメモしちゃえばいいんですよね。なのでこれは、まあ、今すぐには手放さないですけども、エヴァーノートにまとめてから手放したいと思います。はい、はい、こんな感じで整えました。これで、ね、少しはスッキリしたんじゃないでしょうか。で、これらは手放していきます。あ、最初の状況から比べるとかなりすっきりしました。いいですね。で、この上も、うん、いい感じです。あ、ちなみに、これ何かっていうとですね、玉ねぎの、玉ねぎを放置してたら、芽がギュッて伸びちゃってまして、もうせっかく伸びたなら育てようということで、伸ばしたらですね、こんなに立派になってしまいました。で、最後ですね、ちょっとこの交換が煩わしくなっているこちらをブラッシュアップしていきたいと思います。もう次ブラッシュアップするやつは決まっていまして、このアロマを使います。これはですね、先ほどとは違って、こうやって垂らすだけで、もうこれで OK なんですよ。あとはアロマを染み込ませるだけで、もうこれでアロマの匂いがプーンと漂ってくるっていうやつなんですよ。清水寺の近くにあるお店のただいまっていうアロマの商品ですね。はい、こちらをいただきましたので、わ、これめちゃくちゃいいなと思って、はい、これを今日から使い始めます。そう、こっちはこっちで明かりが癒しになっていたのですごい良かったんですけども、ただ何回も水を入れ替えるのが面倒くさかったんですよね。なのでこれからはこの垂らすだけでアロマになるっていうこちらを使っていきます。うん、いい匂い。え、ちょっとさ、これ嗅いでみてもらっていい？いい匂い。
部屋全体に行き渡るというよりかは、なんかスポットでなんかこう置いて、トイレとか洗面台とかに置いて使うのがいいみたいです。そうなので、これこのキー自体は1000円ぐらいで売ってるので、もうちょっと洗面台用とかトイレ用とかいう風に買ってもいいかもしれないですね。めちゃくちゃちっちゃいですもんこれ。おー、でこれでもう水も取り替えなくても済みますし、電気も使わないですし、天然のアロマみたいな感じで楽しめるのでいいですね。ありがとうございます。じゃあこれちょっとこれからアロマはここに置いて、仕事の時には集中していきたいと思います。うん、かなりすっきりしました。はい、という感じでやってみましたけども、いかがだったでしょうか。やっぱりちょっと気になっていることでも、それが塵も積もればストレスになるというふうに僕は感じていますので、そう、まあ、実際僕もストレスになってました。なので今回そういったちょっと気になってたもの、ちょっとずつ気になってたもの、不便だなって思っていたものを今回一気にガッとブラッシュアップすることができて、すごくスッキリしました。はい、ということで、まあ、こんな感じで皆さんも家にいる機会がすごくこれからも増えるかなというふうに思いますので、そういう時こそ家の中をすごく居心地のいい空間にしたりとか、あとはここに書いてあるように、ただいまって帰りたくなる、ただいまって言いたくなるような、そういう家、ただいまって言いたくなる家ってちょっとわかんないですけども、まあ、帰りたくなる家になるように、あとはその疲れがスッキリ取れるとか、うん、そんなそういう空間にしたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回のお話がちょっとでも参考になりましたと、お会い面白かったですと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、今回は以上ですかね。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。おまるさんという方がコメント欄で質問をしていただきました。一つ相談がありまして、アドバイスいただけるとありがたいですと。自分は今 iPhone 11 Pro、 MacBook Pro 2019年モデル、 iPad、 Apple Watch を持っていますが、 iPad と MacBook Pro を下取りに出して iPad Pro 2020年モデルを購入するか検討しています、迷っていますと。で、主な使用用途として軽い動画編集、ネットサーフィン、ナンバーズ、描写などですと。他の方の動画を見ている限り特に弊害はなさそうなんですが、ショッピンさんはどう思いますかということで、質問いただきました。ありがとうございます。これぐらいの用途だったら iPad Proで全然こと足ります。ちょっと今日本語おかしかったですけども、普通にこと足りるので、もう快適になると思います。ただ、その軽い動画編集をするのであればいいんですけど、例えば動画編集でさらに凝りたくなったりとか、もうちょっとスピードよく編集したいなってなった時に、ちょっと不便だなとか、もうちょっとここがスムーズに操作できたらいいのにな、みたいな、そういう煩わしさをちょいちょい感じるようになるかなとは思いますので、そう、まあ、そこら辺は、まあ、あれですね。そう。だから僕はそこでちょっと手放しちゃったっていうのはあるんですけども、紙動画編集、ネットサーフィン、ナンバーズ、描写などであれば便利なので、これで全然おすすめで5いっちゃってください。